4月26日7列目一番上の方、ピンクゾーンの遅咲きの花が咲いてきたので撮っておきます。ちょっと名前忘れてしまいました。名札なくなっちゃってちょっとわかんないんですが、前はピンクだったんですけど、ちょっとウイルスでみんな、というか結構ピンクが抜けてしまって白っぽくなってしまったんですが、撮っておきます。もう4年くらいここの畑チューリップ育ててるので、もうウイルスが蔓延してるみたいで、もうチューリップは育てられないかな。結構な範囲でチューリップはウイルスに感染してます。もうこの球根も使えないかなと思うんですけど、最後なので取っておきます。あと上の方、水仙とかはウイルス関係なしで咲いてくれるので、またこの畑に植えられそうですが、チューリップはここはもう難しいですね。以上です。